いい当たりです。中間真ん中だ。ライナー性伸びていきます。入りました。そのまま飛び込んだ。先制のホームランが出ました。11号。驚きました。ライナーがそのまま伸びていきました。好投手岩佐から4番の一撃。1対0です。ルーキーの今永にまず4番の援護点です。1対0。まあ、抜けるとは思いましたけど入るとは思わなかったですね。そのまま打球が伸びてきましたね。今日逆風ですからね。それもははこれは素晴らしいものです ね、 ね岩佐もちょっとびっくりしたんじゃないでしょうかね。そうです ね、 ね復帰戦の9号がこんなホームランでしたけどね。そうですね、確かね、はい、同じように左中間です。どうかな、浅いぞ。レフト前進前進前進、どうだ、あーっと落ちた落ちた落ちた。ワンバウンド、ヒットヒットヒット、ホームイン。ランナーが2人帰ってきました。ツーアウトでした。3対0。1番の桑原が2点タイムリーヒット。レフト荒いですが風に戻されたのか、あるいは打球がもう一つ伸びていかなかった。レフト荒いの前に落ちました。大きな3点が入りました。外野も、ね、結構前には来てたんですけども、はい、今日やっぱり風が、先ほど見ましたけど風がありますよね。でやはり落とした。空振り三振、タッチして試合終了。最後は山崎が締めました。8セーブ目。そして今永、前回の初勝利について2連勝です。ルーキー今永2勝目を挙げました。3対1。ベイスターズが今日は勝ちました。この3連戦タイガースに1勝1敗です。4カード連続勝ち越しのチャンスは残しました。今ラミレス監督が今永と握手をしています。残念ながらタイガース好投手岩佐田、今日は思った投球ができませんでした。ピッチャーの今永に出したフォアボールが悔しかったとコメントをしています。3対1、ベイスターズが勝ちました。これで対戦成績が DeNA の3勝、阪神の7勝となっています。この3連戦1勝1敗。